Hazard 6。はい、こんにちは、ブルホスです。本日もね、バイオハザード6やりながらね、人生相談乗っていこうと思います。なんかもはや人生相談というよりは、だって質問コーナーみたいになってきてますけどね。なんか、うん、まあそんな感じでもいいんじゃないですかね。ということで巡回線がね、こっちを照らしていますが、それをくぐり抜けながらね、やっていくということで、早速本日1個目の質問は。こちらです。100歳まで生きられるとして、死ぬまで30歳の脳で生きられるか、30歳の体で生きられるか、どちらを選びますかということですね。いや、これ断然体ですね。だって、脳が、バカになったとしてもなんだかんだ生きていけると思うんですよ。実質だってね、なんて言うんだろう、賢いかバカかで言ったらどっちでも生きられると思うんですよね。でも体がもうバカになってしまったらもう動けないんで、それってなんかもう自分の人生歩めなくなっちゃうんですね。で、介護してもらったりとかっていうので周りに助けてもらわなくちゃいけないと思いますし、何よりも動けない、やっぱ自分って不幸だと思うんでね、断然体かなと思いますね。なんかこれ似たような質問で、100歳まで生きられるけど、なんか後半30年苦しむ代わりに苦しむか、もしくはなんか30歳で死ぬけどもうずっと健康で生きられるかみたいな、70歳だったかなで生きられるかみたいな、そんな話とかもあったりしますけど、どっちがいいかって言ったら、やっぱ70歳で死ぬ代わりにずっと健康でいられるっていう方が良かったりしますけどね。やっぱり改めて筋トレをね、自重ですけど真剣にね、やるようになって、トレーニングだけじゃなくて、食事制限は僕はあんまやってないんで、お腹の方とかやっぱまだまだ脂肪がタポタポなんですけど、それは除くとしても、やっぱりそれ以外でタンパク質しっかり取ったりとか、それからサプリとかね、それからプロテインとか EAA とかクレアチンとか飲むタイミングを考えたりとかっていうのをやり始めてから、健康ってめちゃくちゃ大事だなっていうふうに思いますね。この間ちょっと家族と一緒に何キロかな、5、6キロくらい走ったんですよ。娘とね、嫁さんは普通に散歩して、で僕は走りに行ってっていうのでやったんですけど、もうそこからね、股関節半端なくて、体力はおかげさまでね、トレーニングやってるおかげでそんなにしきつかなかったけど、もう次の日の股関節が本当半端なくって、めちゃくちゃ痛いっていうのになったんですね。でジョギングって、やっぱりジョギングとかランニングとかって、もうバスケやる上でも、そのなんて言うんだろうね、長期的に4クォーター走ろうと思ったら、やっぱそれなりの、基礎体力っていうのが必要になってくるんですけど、それがね、やっぱりね、こう股関節がこれたったあれしか走ってないのにこれでいかれるってなると、もういよいよ年食ったなっていうふうに思いますね。あと、それからそのちょうど1日前っすわちょうど1日前にビュッフェ行ったんですよね。 Are you kidding me? ビュッフェ食べ放題行って、でそれまではこうたらふく食ってしんどいな、苦しいなっていう思いっていうのは、まあ普通にしてきてたんですよ。てか当たり前っていうか、でもうこれ以上食えないわ、ベルト緩めてももうキャパオーバーですみたいなね、感じで普通に食べてたんですけど、だいたいこれまでだとこれまで、なんか2時間とか3時間もすれば、ちょっとね、お菓子食べる余裕とかくらいは出てきてたのに、もうね、キャパオーバー完全にしちゃって、もう何にも入らなかったね、本当に何も入らない。飲み物ももうしばらく、お水くらいならギリギリいけるっていう、それ以外のなんかカロリーのあるような飲み物はもう入れれんわくらいの状態になって、それが次の日の朝まで続いたから、晩ご飯も嫁さんに申し訳ないけど、もう本当に軽いものでいいよって言って作ってもらったのが、なんか餃子のスープ、その水餃子のスープと、なんか小さいカツとか、そんなレベルで、カツ食えるって言って、カツ食えてるからまあ十分なのかなってところですけど、あんなね、質素な晩ご飯食べたの本当久々でしたからね。っていうのを考えたらね、体が動くだけじゃなくて、胃のキャパシティとかねっていうのもやっぱ、年相応になってくるとしんどいなって思うんで、人生の諸先輩方がね、油物とか若いうちにたくらふく食べといた方がいいよみたいなことをね、こう実感したよね。油物食べてしんどいとかじゃないけど、キャパ食えなくなったっていうのは結構悲しかったよね。だから僕はもう今年30迎えますけど、
まあ、皆さんはね、ぜひね、まだこれから30とかね、まあ、今20代とか学生さんとかっていう方々は、もうぜひね、食べれるものをいっぱい食べて、重たいものをいっぱい食べてっていう経験をね、もう積んどいてね、もう生涯でもうこれ以上食わなくてもいいやっていうくらいのね、状態作ってもらったら、本当にね、僕もね、高く食ってたんですけど、いざね、自分がそれをね、経験すると、まさかこんな事態になるとはっていうね、だから、まず一番最初に感じたのが、大盛りがだんだんね、食えるものと食えないもの。だから、牛丼とかね、ああいうのはね、大盛り食えなくなってきた。だんだん。で、まあ、年々食べる量そのものが減ってってるっていうのもあるんですけど、大盛り食えなくなりました。で、うどんの大盛りだったらまだギリギリ食えるけどっていうくらいのキャパになっちゃってきたってところなんですよね。あらららら、さらし物られてる。痛い。飛行機いるところでちょっとまずいかもしれないな。とりあえず、解散。っていう感じですね。はい。だから、まあ、食事、特にその健康面と食事面っていうのは、もうリアルにね、年齢を重ねれば重ねるほど顕著に現れてくる部分になるんで、皆さんもね、そう、なんか後悔をしないように、ぜひ健康に気をつけつつ、そして食事もぜひ楽しんでくださいという、そんなお話でした。来ないね。うり。あ、痛い。もう一体、あ、なんちゅう、なんかちょっとね、芋虫コロリンチョが来た。じゃあ、ピアーズも合流したところで、一個投げといて、次の質問行きましょう。はい。どんな人生を見たいかというものを考えていると、まずは完璧な一日の過ごし方が決まらないと理想の人生に近づけないのではないかと思いつきました。そこで完璧な一日の過ごし方をコーディネートしてください。はい。なんか、なんだろうな、最近こういう質問多いというか、なんか冷静に考えればどうしたらいい、これに何答えたらいいのって、これ結構難しい質問が多いですね。だからあくまで僕目線ならこうっていうのを考えざる得ない質問が結構多いですね。まあ、それでいいなら喜んでお答えしますがってとかね、買ったこいつ、うりゃこれやられねえんだもんな、なんで生きてらっしゃるのかだけということですね。はい。まあ日常で考えるなら、まあ大体7時から8時くらいに起床するのがまあ時間的にはいいかな。今ね、休日どうしてもやっぱり8時半9時とかに、ね、起きちゃうこととかがあるので、もうちょっとだけ早く起きるようになりたいなってことです。で、朝起きたらまず軽い食事と水分補給をして、で、まあストレッチします。その後にまあヒートトレーニングでちょっと汗を流して、で午前中は、ね、コーヒーを飲みながら読書するっていうのは子供と遊ぶっていう感じかな。で、まあ昼食とって、でまあ YouTube の撮影なんかっていうのをしたりとか、まあで夕方に筋トレとかして、で夕食食べてお風呂入って、で子供と遊んで嫁さんと遊んで、でまあ勉強なり読書なり、まあまた YouTube の撮影して一日終了っていうところかな。まあ理想で言ったらね、うん、まあ、これはあくまでその休日の過ごし方っていうところですからね。だって仕事をやっとかやってたら、別にもう間のね、まあヒートくらいまでの時間が朝一で、でそれが終わったらもうシンプルにね、なんだろう、仕事して、で帰ってきたらまあ夕食食べて、まあその間に飛ぶね、こんなとこ出てくるんだ、へー、まあ、これで一発なんで終わりなんですけど、うん、で、なんだっけ、あ、そう、筋トレ、そう、夕食食べた後にお風呂入る前に筋トレをして、で子供と一緒にお風呂入って、で、上がって遊んで、で嫁さんとまあイチャコラして、で寝るっていう感じかな。まあ、そんな毎日が過ごせたらいいね。で本当に究極の理想的な一日っていうと、もう本当に仕事もしなくていいってなるのであれば、もうそれこそね、朝起きます、でストレッチしながら、まあ、ご飯軽く食べます、で、まあ、ヒートとかして体を動かしておきます。そしたらもうね、
欲張って場所も欲張って、僕ねリゾート地が好きなんで、まあ、バリ島とかね、あのハワイみたいなリゾート地が好きなんで、そういうところで、まあ、ちょっと日に照らされながらパラソルの下でコーヒーを飲みながら、まあ、コーヒーなりそのトロピカルドリンクとかでも何でもいいんですけど、飲みながら、まあ、読書するという感じですね。で子供がなんかプールとか泳いでて、でパパ来てよって言ったら一緒にこうね遊んだりとかみたいな、そんな感じかな。で、昼食食べて、で昼食もその日その日だからね、もう何でもいいんだけど昼食食べてっていう感じですね。で YouTube も本当はあのこういう、ね、人生相談とかでね人の役に立ちながらやるっていうのも好きなんですけど、なんかねもっといろいろこういうことやってみたいなっていうのがあるんで、そういうのもねなんかちょっと撮影し続けてるのかな。やっぱり筋トレはあの部位ごとに1日最低でも1時間がっつりやりたい、うん、これはもうなんかね最近こう体を追い込んでギリギリまでやるっていうのがなんかねだんだん快感を覚えるようになってきたんですよね。その変態の意味じゃなくて本当に快感を覚えるようになってきたんで、うん、だから筋トレはまあ1時間くらいしっかりがっつりやって、過ごしたいなっていうところですね。でまあ子供としっかり遊んで、で遊び疲れさせて、で嫁さんとまったりとしたね、嫁さんとねまあお菓子食べながら飲み物飲んで、でゲームやるとかっていうのがまあ結構ね好きだったりするんで、好きというかまあそれがまあルーティーンみたいな感じなのかなっていうところなんでね。はい。じゃあアイテム拾って、で、まあそんなところかな。だからまあ仕事をしているパターン、休日のパターン、そして究極の一日の過ごし方っていうのをそれぞれね、考えてみるといいんじゃないかなと思います。ということで、続いての質問にやってまいりましょう。A だと合流しますよ、この後。はい。では行きましょう。昔友人にどうしようもないクソみたいなことをやってしまったことへの後悔が拭いきれず、未だに申し訳が立たない気持ちでいっぱいです。過去は変えられないって言われていますが、何かこの罪悪感から逃れられる方法はありますか？では、オープン。友人の心のドアを開きましょう。エイラ、スタッ！違うやつが開けてきた、危ない！何したかめちゃくちゃ気になりますね。どんな不幸なことしただろう。なんだろうな、ね。彼氏彼女と別れさせたとか、ね、そんな感じなのかな。なんか人と人との中をこう切り裂いてしまったとか、一体何したのかめちゃくちゃ気になるな。でもそこに対して罪悪感を覚えることができるっていうのは痛い。うん。っていうのは、まあ、あのちゃんと人の心があってよろしいかなと思いますけどね。うん。でそういうの大体そのいじめっ子気質の子ってなんかやって、そこでなんかあの真に受けるやつが悪いんだ的なね、もう本当にどうしようもないクズのね考え方っていうのがあったりしますからね。まあそこでね、あの人の心を持ってるあなたはまず一つだけね、申し訳立たない気持ちでいっぱいっていう時点でまあいいのかなと思います、ね、だから多分意図的にそうなんかクソみたいなことをやったっていうわけじゃなくて、なんか偶発的にそれが結果的になっちゃったんじゃないかなっていう気もするんでね、まあ、そのこともね、まあ仕方なかったんだっていう一言で片付けるのもいかがなもんかとは思いますけど、まあでもそういう面も実はあるような体験なんじゃないかなっていう気もしますね。で、過去を変えることっていうのはできます。あべアクション中にマジか。ちょっととりあえずしばこうか。リアス見てられない。うん。過去を変えることっていうのはできますね。これって結局、事実は、確かにそのクソみたいなことやっちゃったっていう事実は変わらないんですけど、解釈の問題なんですよね。あなたが何をしたかとか、それから、まあ、それを誰がどう見ても同じなんですけど、そのあなたが何をしたかっていうそのクソみたいなことっていうね、ご自身がおっしゃる。ことっていうのは確かにあなたから見てもそのした人とかされた人とか、あした人はあなただでさ、ね、なんて言ったらいいんだろう、それをなんか第三者的に見た人から見てもまあそのクソみたいなことっていう事実自体はまあ一個しかないんですけど、でもそれをどう思うかっていうのはあなた自身の問題なんですよね。うん、だからそれがあなた自身のクソみたいだっていう風に思っちゃってるかもしれないけど、周りから見たらいやさあれってでも状況的に仕方なかったんじゃないのっていう風に思う人もいれば、あの他の人と同様にいや本当クソみたいなことしてんなっていう風なパターンもあるんで、まあ、例えばじゃあ殴ってしまいましたと、そのクソみたいなことっていうのがあの何なのかっていうの書いてないんで、多分書きたくないような中身を体験されてらっしゃるんじゃないかなっていう風には思うんで、まあ、それはいいとしてですね、うん、
まあ、例えばじゃあ殴っちゃいましたっていう事実がありますと、でそれをやってしまったって思うことも、殴られて当然のことをしたんだって思うのもあなた次第なんですよね。大人なら犯罪に対しても確かに殴るとな犯罪だっていう風になっちゃいますけど、うん、だから殴ったっていう事実は確かにあるけど、それはそのあなたがもうなんか本当にクソみたいな状況で殴ってしまったのか、それとも意図的に偶発的にその殴らざるを得ないような状況を自分が作った、相手が作ったっていうところで、まあ、その解釈とかっていうのは変わってきますよね。うん、殴った事実は変わらないですよ。殴った事実は変わらないけど、周りから見て仕方ないよねっていうのか、それとも、いや、あんなクソみたいな、逆にそのクソみたいなこと、クソっていうのが殴ったっていうことを出ざるを得ないくらい、あなたが怒り浸透になるようなシステムを作った、あいつが悪いんだよっていうような解釈になるのかとかね。っていうところなんで、だから罪悪感を覚えてしまったきっかけになることっていうのは一体何なのかっていう、その事実そのものっていうのを洗い出していって、なぜそれが起こったのか、なぜそれがなぜそう思ったのかとか、で後悔の気持ちっていうんですかね、の根幹なる部分っていうのを整理することっていうのが大事になってくるというふうに思いますね。で過去を悔やむことっていうのも大事っちゃ大事なんですけど、今その相手に対して、うん、何ができるか何をするかっていうことを考える方が大事なんで、まあ、今から何をしますかっていう、その友人へ償いを行うのか、それと別の人へ方向、まあ、代わりになるような行動を取るのか、まあ、それともその後悔を忘れるくらいの何をするのかっていうのを考えて実行に移してみられるっていうのが、いいんじゃないかなというふうには思いますけどね。うん、っていうところじゃないかな。ちょっと待って。いやにしてもチャプター4に来てまで結構たまカツカツっすね。これラストチャプターいけんのかな。ラストチャプターね、たまがちょっと豊富にないと、ハウスがね結構、ハウスってボスの名前言っちゃったけど、しつこいし長いし、攻撃ミスったら永遠にやられないっていうようなラスボスなんでね。うん、えいらー、俺たちをもて遊んでやがる。まあ、それは確かもて遊んでるよね。もて遊び体系女子ナンバーワンだよね。ああ、なんか敵来てる。うん、じゃあ、ここちょっと、倒しきったら、次のね、もう読んでいきたいかな、というふうに思います。うん。うん、あ、やばい、これ、やばい、そうだね。なると思った。うん。とっさにやっちゃう。あー、この暴走系が一番鬱陶しい。これ死なないけど、ひるまないんだよね。感覚どこやったのっていう感じがありますもんね。うん、痛覚が全く効いてないというか、麻酔がかかった状態になるというか、まあ、それをね、普通に体力で挑む俺も俺なんだけど。うん。で、あー、せっかく救急スプレーを使ったのに、もうこういう状態になっちゃったんだよな。ここを開けようと思うけど、そう、なんかね、あーいやーってね、あ、そうか、質問読もうと思ったのに、戦いに行っちゃったよ。普通に実況になっちゃってるけど、まあ、いいか。あれなんかすごい今、スライドさせられたけど、なんか、あー、そういうことか、フィアーズが倒れてるからか。オッケー。じゃあ、これ、あー、体力がない。もう一個投げるか。まあいいや。オッケー。すごいね、やっぱね、NPC と一緒にやってると、スナイパーを使うタイミングっていうのは結構難しいな。余裕あるときにやらないといけないもんね。はい、OK。じゃあ、開いたから次の質問ね。まずさっき読んでいきましょう。むず。愛とは何ですか？はい、質問が難しすぎる。うん。なんだろうな、ポイミーな方なんですかね。愛とは何ですか？と来たもんだ。シンプルに恋と愛の比較で話をしてもいいですかね。まあ、恋と愛の違いでよければ話ができればと思うんですけど、漢字を見てもらえたらと思うんですけど、恋って上の部分、まあ、下が心じゃないですか。で、上の部分がまたって書くんですけど、まあ、大いなるっていう意味があるそうなんですよね。だから大いなる恋っていう、まあ、要は一方的な恋、いや一方的な、その感情を伝えるっていうのが、あ、いわゆる恋っていうものですね。で、愛っていうのは、その、受けるっていう字の間に、受けるっていうその上の部分と下の部分との間に、心っていう字を入れてるじゃないですか。うん。だから、
愛っていうのはその相手からもらう感情のことを愛っていうんですよね。だからこっちから伝える感情っていうのは恋っていうし、相手あってしかもそれを受け入れるっていう話でいくと恋じゃない愛っていう話なんで、そういう違いなんじゃないかなと思いますけどね。だから一方的、一方通行なのか双方向なのかっていうので恋と愛の違いっていうのがあるんで、だからあんまりいい例えじゃないかもしれないですけど、ストーカーとかっていうのはもうあれはもうなんか あの愛情なんかねじ曲がった愛情とかって言い方しますけど、あれは違います。あれは ただの恋ですね、恋っていう、ジャンルに入るもんじゃないかなと思うんですけどね、だからまあこのご質問者さんもその愛とは何ですかっていうことを聞いてるってことはね、中にももしかしたらね恋をされているのかもしれないですけど、それを相手にも同じ思いを抱かせることができた時に初めて愛っていうのが出来上がるというお話になりますんで、はい、ね、ぜひね恋愛成就していただけたらなというふうに思いますけど、まあ、愛とは何ですかっていうのね、なんかそういうのあるよね。なんかなんて言ったらいいんだろう、あれあれ名言集みたいな、なんか恋愛の名言みたいのでね、いろいろあったりとかしますけど、そういうので結構ね、検索とかしてみたりとか本とか買って、うわーっ本とか、まあ、買ってみられたら、まあ、結構ね役に立つというか、なるほどなってこう納得できる内容のものっていうのが結構見つかったりとかすると思うので、多分あれ、なんかドラゴンボールみたいに今のは残像だみたいな瞬間になったね、っていうところかな。なんだかんだでもう20分過ぎてるね。そろそろどっかちょっと区切りのいいところで切らないといけないですね。はい、そっか、なんか愛とは何ですかか、あ、なんかいい感じのところ来たら、ここクリアしたら多分ちょうど区切りがいい感じのところになると思うので、そこで終わろうとかな。ちょっとなんか久々に向こうなんか恋愛の格言なんとかみたいな、なんか1000個か700個だったか1300個だったか、なんかそういう本があったと思うから久々に読んでみようかな。で、なんか目星のあったら自分の格言っぽくちょっと入手しちゃって、でなんか YouTube のいい感じの場面のところでなんかそれを垂らしてみる。実は愛、恋とは憎しみとはみたいな、なんかそんな感じのことをね、ちょっと自分のさも自分の言葉かのように、ね、なんかやってみたいなと思いますね。ヘッドロック、ヘッドロックじゃないか、首ごっき、こいつらなんか仮面が全然ないね。もう、あー、チビシュール、オッケー、雲やる、よし、あ、またいい、ピアーズ君に、NPC が無敵のおかげで結構やりやすい、ね。あ、でも弾がもうないんだ。ああ、なんかね。あったあったあった。木箱壊して。おっ、あ、ちょっと。なんでこう、やろうとした瞬間に逃げるの？なんか何か察する力があったんだろうな。おお、上手。いまだにね、緊急回避っていうのかな。アクションボタンを押して回避っていうのがね、まずちょっとうまくできないからな。なかなかあれだね。よし、じゃあここ登ったところで、区切りがいいと思いますんで、乗り切ったところで一旦このパートを終了したいと思います。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回のパートお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。